ちは、インターン生の西田美里と申します。今回第2回目に紹介したいのは、まず美大と専門学校の授業の違いについてです。まず美大では油彩やデッサンなどの描き方を教えてもらえるわけではありません。と、では何を教えてもらえるのかというと、基礎はあるものとして授業がまず組まれているので、一から教えてもらえるわけではないのです。と、では何を教えてくれているのかというと、発想力の方向です。書く前には必ずラフやアイデア出しといった工程が組まれているのですが、その中から先生がこれは面白そうだなといったアイデアを教えてもらえたり、または書いたものをもっとこうするといいよといったものを教えてもらえます。対して専門学校のデッサンでは、鉛筆の持ち方や書き進め方を事細やかに教えてもらえます。周りの方も初心者の方が多いので、先生に聞きやすい環境が整っていると思います。美大では基礎を持った上でガンガン書いて、発想力や応用技術を高め、回り道をしてでも面白そうなものがないか探し、専門では一から基礎を教え、短距離で戦力になれる技術を身につけることができます。次に紹介したいのは授業の進め方になります。専門学校ではまず最初の1学期で多数の科の基礎を学ばせてもらいました。イラスト、 3D、 デッサンなどデザインなど、進みたい道がまだ決まってない人がかなり多いので、まずそれぞれの基礎を学び、さらに学びたいことを後期で専門的に習うことができます。美大では科が細かく細分化されているので、それ以外の科のものを学べる機会は少ないです。そうすることによって自分のやりたいことをじっくりする環境があります。また通常の学科の授業もあるので、専門よりもテストや単位といったものが厳しいところが多いです。授業の取り方として、美術では他の大学と同じく必修科目以外は自分で授業を選ぶことができるので、時間割も自分で組めるのが魅力的です。専門学校では最初から時間割が全て決まっているところが多いので、その授業をしっかり受けていれば単位が足りなくなるといった心配はないので安心です。またどちらも卒業する際、卒業制作というものがあり、大学でいう卒業論文の代わりに集大成の作品を作ります。美大では自分の身長をはるかに越すような大きいキャンパスに書くことができ、なかなかできない経験をすることが可能です。専門学校ではパソコンで制作することが多く、今まで習ってきた最大限の能力を活かし作れるのが魅力的です。以上になります。ありがとうございました。